この木をね、これもちょっとかわいそうにね、ちょっとママ子扱いされてたみたいなとこあるのさ、ちょっと。それでね、これは小さいくせに相当古い木だよね、これね。これ、そしてこういうのはね、ここのとこ、これちょっと枯れ生えるんですよ。こういうのはハサミでね、キューってこうやるでしょ、こうやってむしるような感じ。このハサミ、また万能ハサミだから何でもいいんだ、これペンチの代わりもいいんだから、こういう風にするわけ、でね、こうあるでしょ。ああ、そうやって自然な仕上げができるの。こうやってやると、これはね、無理で刃物で削ってるんじゃなくて、これ自然にね、自然はこういう風になって、あれができてくるんだよね、陣がね、これこうでしょ。で、ここに枝あったやつがね、枯れたでしょ、切っていくかなんか知らんけど、枯れるとね、このちょっと下までね、水道が枯れるんですよ。だからその延長上にちょっと皮むいてもね、木にはあんまりね、負担かかってないんで、で、これはこれでまたね、例のごとく白く塗って見やすくしてもいいんだけどね、これ水の道をスパッと削いだわけではないんだよね。いらない枝を剥くときにハサミで切るよりも、どうせ枯れてるんだから蒸して綺麗なね、古さを出すと。なるほどね、そういうんでこうやって今みたくね、むしるわけさ。で、この木はかなりあれなんだよね、最初は希望に燃えてたんだよね最初は希望に燃えてたけどね、これはまあ切りましょう。希望に燃えてたんだけど、なんとなく取り留めがなくなったの、いっぱいあったのさ、葉っぱがや枝が、みんな枯れたでしょ、こんなになっちゃったから、これこんなになっちゃったけど、ところがですね、ちょっとこう衣装を変えてやろうと思って、この鉢ね、実はね、ここに植えといて風吹いた時パカーンとね、石の上に落ちてひび入ったので、分かんないでしょこれ、テクニック、これ割れたんじゃなくてひびね、かすかに入ったんで、これはね、エポキシでちょっと直したんで、これはもうがっちりついてるんで。あ、後ろ緑ついてるよ。いや、これはこういう液体でね、こう中は中で強力なやつでね、直しちゃったの。だから接着剤の素晴らしいのあるからね、簡単に割れてもね、皆さんすぐ捨てたりしないでね、ちゃんと接着すればね、ここはここでね、まあ見たくなかったらこうやって見ね、ちょっと絵のいいとこ割れたけど ね、ちょっとこう裏側のこれいいじゃん、この海が見えて、これもいいわ、あんまりこっちはちょっとけばいいし、裏側にこうしましょう。で、私はここを前にしたいの、いつも、いかにも水が流れてきて水はけ良さそうでいいでしょ。これこれだ、この足がない平らだったらさ、なんか爪楊枝縦に植えてるみたいでしょ、これがあるから鉢に証拠だから ね、こっち正面にこうするわけさ。ほんでこれをですね、これに植えたいんだけど、どんなになるか分かんねえ、ダメかもしれんけど、これ根の状態見て、スッとうまく入ってくれればいいんだけどね。険しさを見せたいんですよ、ここね、本当はね。だからちょっと今根の状態見ないとね、ちょっと分かんないんですよね。根の状態によっては剣がにしようと思ったの。これはね、根のちょっと今取ってみるけどね、ちょっと分かんねえのさ、どんなになってるか。何でもね、その場その場で決めなかったらね計画性は全然ないんです。いや、根は通ってみるのよ、分かんないね。でしょ、お、これはそんなに張ってないから大丈夫だね、こういう根だからね。あ、大丈夫だね。お、いい根っこしてるわ。これでね、こっち側にはいい立派な根があるでしょ、こっち側にあんまりないでしょ、だからこの流れがね、こういった流れがこっちの方に影響してきてるんだよね、これ。そういうのが、それでこっち側にあんまり根がいいのないわけさ、でこの流れがこっち方へ来てるから、こっちは立派な根があるわけさ。なるほど、だから最終的にこの根はこっちの方はもうあんまり出ないね、この根で頑張るんだね、これ、こっちの根で、だからこの水道で頑張ってるの、こう、この水道で、よーっと。で、体の水道のところには根っこがないと。ないんです。で、こっちに立派な根あるから、この根を大事にすれば、後の方はさ、こんなもんどうでもいいんだわ、こんなもん。あってもなくても。
これね、働いてないの全然。あ、そうか。これね、真っ黒系でしょ、うん、働いてる根はこういう根なの。あ、茶色いの。うん、そう。それでこういう風になってくると、うん、意外と自由になるね、これ。うん、ただね、やっぱりこういう風にすると、うん、スポッとこう入れるからね、深くね。こうでしょ、こういう感じに入れるでしょう、うん、こうでしょ、こうでしょ、こういう風にはなるんだよね、うん、一番安全なスタイルだね、これね、うん、ただなんか面白くないんだよね、あんまりただポンと入れただけで、うん、ね、あの粘りが見えないもんね。ね、ネムが見えないでしょ。いや本当はこういう感じでね、うん、こういう感じたらまだね、ここを見せたいんだけども、ちょっと無理がありますな。いやこれまっすぐ上がるとまた面白くないんだよね、うん、どっちかにこう寄せたいわけさ、どっちかに寄せたいんだよね。難しいね、これは。この鉢ではね、どうする。これが一番無難かな、これがね、うん、え、これこれにするわ。今日暑いからあと考えられねえ。いやこれはね、別に県外でなくてもいいのさ、うん、まあね、そんな粘りがかっこいいね、うん、こういうのはちゃんとした普通のね、小さい、もっとね、この鉢ごつすぎるのさ、うん、小さい鉢に入れてね、これは、うん、うん、おお、なんかあったね。そう、こういう感じの鉢にこう入れて、うん、おお、あ、これにしよう、うん、いいの見っけたね。ちょうど目の前にあった、あった、これはいいわ、これ、うん、あ、これにしましょう、うん、決定、はい、こういう感じでね、やることにね、もう決定したんだけどね。で、何のことはないけど、いつもやってるようなことをやっただけですけど、うん、ちょっとあのあれだよね、鉢がね、ちょっと変えただけでこれだけイメージが違うっていうところね、ちょっと分かってもらったと思うんだけど、やっぱりあれですよ。そうだね、うん、ちょっと大きさ違うだけで、うん、大きさ違うだけでちょっとやっぱりね、うん、イメージ違うでしょ。それでこれはさ、さっき言ったように白くね、うん、皮生えたでしょ、うん、あそこはさ、もともと皮なんかあってもただついてるだけだから、うんうん、それこそ虫の卵を産むだけだから、きれいに取って、うん、ここなんかね、きれいに取ってこう、うん、置いた方がね、ずっといいわけさ。これ心拍っていうのはこれね、うん、こういう右肌になるの、あ、こうやって、うん、それでこう、これが生きてるの、これは生きてる証拠だけど、うん、こういうの必ずなるんだ、うん、だけどこれを見せたくてね、うん、この皮をきれいに取って、そしてブラシかけて、うん、なんだらかんだらっつってね、うん、ツルツルにする方法もあるけど、うん、俺はね、そんなにしなくてもこれ皮も必要でついてると思うからね、うん、ちょっとあまりひどいところは取るけど、ちょっと抜け、と、つけとくんだよね。ちょっとやっぱりさ、うん、北海道寒いからね、暖房の意味もあるからね。それ松の荒れた肌を取ってるようなもんだね、うん、これはね、意外とね、鉢が小さいしね、下の方にはね、こういう土でもやっぱり多少大小あるんで、こうやってね、下に小さいのが大きいのが流れてくるでしょ、うん、これをここに下に先にちょっとこう集めとくね、こういうふうにしてね、でちょっとこうやると、こうやると、こうやると下に大きいのが落ちるから、うん、ちょっと下の方にやや粗いのをこう軽く敷き詰めて、これはもうあれですよね、もうミニ盆栽の典型的なもんだけど、木はね、こういうふうに作ろうと思った木ではないんだよね。ああ、そうかい。うん、もうたまたまこんなになっちゃったから、その木のいいとこをちょっと出して植え替えたっていうだけでね、全ての木ってみんなそんなもんでね、目的持ってね、こうやろうと思ってもね、絶対 そんなにいかないんだよね、うまく途中でね、もう絶えず進路変更になっちゃうんだよね。これなんかね、こんな風に
しようと思ったんじゃないんだよ。だって立派に茂ってたんだもん。で今までわーっとやろうと思ってたんだけど、これ結局あれなんだよね、進路変更。これはだけどあれですよ、あの出世したよ最初より、うん、大体入れ物がいいのに入ったもん住宅。うん、でこれでしょ。で一応ですね、これは今ちょっとこうまあ水やる加減でないんだけど、ちょっとまあ今ね根触ったんで、こう葉っぱも全体もちょっと濡らしておいてね。なるほど。一回塗っとけばね、あのまた気がついた時に、いわゆる何回も言ってるけど、これは今黄色いけど明日になったら白くなるんです。で結局ここにね、あの薄い膜ができてるわけ。そうするとこれはあのなんぼ枯れてるとって言ってもやっぱり生きてるとこも皮むいてるんでね、あの水分蒸発するわけ。でこれで綺麗にね、あの塗るとね薄い膜ができるの。そうするとそこから水分蒸発防ぐわけね。で白くてさ、なんとなくこう山の、 あの枯れた木もこんな風になってんだよね、心拍って。それをね真似たようになってるしね。それでこれは病害虫も予防するの、 あの石灰溶合剤は、はい、普通はさ石灰溶合剤を3回ぐらい塗るので、今回はさ、なんせインスタントの時代だからね、パッと白くならんかったら面白くないんでね。でこれは石灰も入ってるんですけど、ペンキも入ってるんです。だけどやっぱり黄色く出るよ、うん、だけどやっぱりね白が早くね出るんですよ。本当はねペンキ入れるもんじゃないんだけどさ、あのね取れやすいの、うん、どっちかったら染み込む。石灰溶合剤はね何回も塗らなきゃなんないけどね、取れないのなかなか。はいはい、バッグいいでしょ、はい、きれいな手で、はいはい、バッグきれいな手です、はい、はい。